Hello, this is Hiroshi Hayashi Hamamase d Japan.、Uh, for those people who are very skeptical about me, I have produced this video, number 304, in Japanese. みなさん、こんにちは。今日は今、私を疑っている人、まああのコメントにはいろいろとあの最近、あの 非常に反応があの大きあの大きくなってきたとか環境が大きくなってきました。それでまあ、まだ私を疑っている人のためにあの概略をい話したいと思います。まず彼らは南極にの降り立ったわけですね。で南極からですね、あの降り立って、そして太平洋上の真ん中に小さな島、すなわちイースター島を見つけたわけであります。まあ、ただ見つけて、この時あの誤解しないでくださいね。見つけたことイコールすぐあの建設ってことじゃありません。この イスサートのあの反極点ですね、アンティポードにはここなんです。あの現在の,あのモヘンジョダルのすぐ近くですね、左にもあの丸い点が見えますが、モヘンジョダルです。ところが、この反極点と言いますか、イーサートの反極点はこのような砂漠なんですね。何もないんです。ということちょっと頭に入れておいてください。でまあ,あの本来ならあのイーサートの反極点 にあの手を取りそれから線をつなぐとよかったのかもしれませんが、それであの次に彼らが成したことはですね、あの まあデータも基準点ですねメジャーデータの基準点あのを作ることだったんですね。まあ、これ上から下までが北極と南極をつないだ線です。そしてこれがあの赤道ですね。この赤道のところをです、ね、120度で横切る線を探す探したんですね。まあ、これはもともとはそういう点にとった点はそういうことなんですけども、でこれがあの黄色い線は白い線に対して120度なんです。120.0ですね。あの 120という数字はなぜよく出てくるかということは、もう前にも説明しました。カイラが使っている地図がそうなっているんですね。千二十面体の地図を使っていますから。それでこれがあの西,西極点、私は西極点という重要な点ですから、西極点といますかウェストポールと呼んでいます。で、これは真っにぐ行きますと、当然あの、模片状だと、あの先のど反極点行くんですけども、先ほど言いましたように反極点は砂漠ですから、あのずらして、これがスフィンクスですね。あのいわゆる、まあ、 スフィンクスも当時あったあったんでしょうね、おそらくで。スフィンクス向かうわけです。でそれから彼らは、あのその途中にね、あのいわゆるもはっきり言えばスフィンクスとあのイーサートを結んだその直線上にナスカという、まあ、ハブ空港を置いたんです。まあ、ここはあの最初に彼らがあの降り立ったところの、な降り立ったというか、そのい日決めたあのハブ空港だったわけですね。ここから世界中へと飛び立ったわけであります。でギザはここなんですね。で、そのギザー、あの、 そう反極点とあのあのイーサートを結んだらギザはちょっとあの誤差が出るんですね、これ当然あのですからあのその線の上にスフィンクスを作ったというかあのピラミッドを作ったというふうには考えない方がいいと思います、ね。まず拠点を決めていったということなんです。まあ、あのギザの建設ピラミッドの建設はもっとずっと後になってからですね。でこれが西極点であのこれはナスカです。あのそして イースター島ですねでこれ線引きましてこの角度がですねいやあの60度にはじゃないです62点だったと60度だ2度でしたねあのなあのイースター島はあの島ですからねあのもう動かすことはできなかったもんですから、まあ、一番近いしかも島を使ったっていう意味であの最初からずれが出てきたことは事実なんですねずれたんですでまあこの彼らは とテテいう、まあ、拠点を作ったわけです、まあ、この時にけんあのピラミッドの建設が始まったということじゃないですから、ご誤解しないでくださいね。それからマオイとハワイですね、これはあのあのまた別のところで述べますが、あのあのこのじゃあこの後にビデオをつけておきます。あのそれからこれがまっすぐこれ行きますと、あのもう片だり行くんですけども、ややここで誤差,誤差というか、線がやや折れ曲がるんですねあの。見た目には分かりませんけども、あのまあ、直線じゃありません。 それがイースター島のまあ特徴というか限界だったんでしょうね、おそらく。あの本来ならもうちょっとあの別ほんの少しでもずらして作ればあのきちんとしたあの位置にあのイースター島を求めることができたんでしょうけれども、イースター島は南西海の中の火山ですからね。で、からまずあの拠点をフットフォールドを作ったということなんです。ですから、すぐあの例えばあのギザを決めた。 あるいはその手ーーガンーを決めた、それから、ボヘンジョダルを決めたといっても、それは、あの、ただ単なる拠点に過ぎなかったということですね。で、このことは次のビデオ、72、古いビデオですけれども、私が、あの、最初、おお当初って言いますかね、初めの初期に調べ,調べて分かったことです。いやあのちょっと、あの、見にくいというか、お聞きづらい点があるかもしれませんが、お許し,お許しください。Thank you very much for watching. See you again next time. Excuse me to speak in Japanese for Japanese listeners. Good evening. ああ、this is みなさん、こんばんは。えー、最初に、あの、五分か、五分だけ時間をください。まあ、私を疑う人も多いんですけども。えー、この物語はですね、まあ、五分で、まあ、簡単に、あの、その入り口を。説明したいと思います。謎のテント線その入り口です。で、これがティオティオアガンです。 先ほど出ましたのがあのギザですね。で、これがモヘンジョダロです。まあ、これはあの、まあ、廃墟になってますね。で、ギザです。このギザからモヘンジョダロそれからこれが、テオリア湾へ行く線ですね。で、この角度がですね、測ってみますと、136度弱なんですね。まあ、135。というのは、どういう数字かというと、これは45度の3倍なんです。がそのことよりもですね、2つのピラミッドをつなぐんですね。 こうしてそしてそそこに90度のラインを入れるんですそうしますとですねこの黒い真ん中の左上に伸びていく線ですけどもこれがまっすぐと、まあまあ、本当にまあ大げさに言えば一名大げさで言えばというかではありませんけどもあの本当に狂いなく t o t 和感へと結ぶわけでいくわけでありますこの t o t 和感から今度は、まあ、これがギザから今来た線ですねそれから今度はこれがモヘンジャトロ行く線ですけどもこの線がですね 正確に測ってみますと 29. 点いくつかになりまして30.0になるわけですね。これも偶然ではありません。偶然と言い難いですね。それからさら、まま、にこの,のティオティワーカーの参道を見てください。この参道。この参道の線をですね、まっすぐと、まっすぐですよ。これはあの正確にやるなればいい、やればいい。やるほどいいです。 まっすぐとこの線をですね、真ん中を取って、えーあのまあ北まあ、この場合は北へ登るわけですね。そして北極を越えていきますと、なんとそれがモヘンジョダロへとつながっていくわけであります。これは偶然でしょうか。そしてこのモヘンジョダロを見てください。この右下側の廃墟ですけども、これと並、ね、行して走ってる、この線と平行して走ってる線があるんですね。ここにあるんです。 そしてですね、この下の、そのこの右下の部分を見てください。今度はこの無返事だろうの参道です。ここにありますね。この三道。この三道の中にまっすぐ、真ん中に線を一本引いてみてください。そうしますと、この線がですね、うんま、迷うことなくて言いますか、まっすぐと今度はギザへつながっているんです。わかりますかそしてギザへつながっていて、ここへ来るわけですで。さらにこの角度もですね、あの、普通じゃないですね。まあ今ちょっとあ後でもう一回やりますけど、これはお返事だろう。で、これが、 これがあのテオティワカンからの線です。そしてこの角度がですね、えー、ぴったしと60度なんですね、60.1です。私はこれ、皆さんにお見せするために正確に測定して,ましたしてみました。60.0なんです。これも偶然でしょうかありえないですね、こんなことは。で、60,30,45という数字は、あの今回あの謎の点と線を調べていく間うちに非常に出てくる、重要なところが出てくる。 で、今度は30度なんですね。この,あの,あのギザからの線とモヘンジョダロの線も30度。今この表を見てください。ギザからテオリティワカン、これがあの135度。テオリティワカンからモヘンジョダロが30.0。で、このモヘンジョダロからギザまでが60度と。こういう数字で並んでいるわけです。しかもそれぞれの。あの 拠点と言いますかフットフォールといいますけどそれぞれには三道がありますけども、三道はですね、それぞれのしっかりと示して、そして他の点ともこうして広がっていくわけです。これはギザですけども、モヘンジュだろう。その線をしっかりとつないでみてください。そしてそれはプレハビーヘアにつながっていくわけです。でこれがあのプレハビーアというのは、あのー、私はあの本当はアンコールワットかなと思っていろいろやってるけども、プレビューアに近くなってくですね。ギザ、なぜか。 そして、イースタートというふうに、この点と線がどんどんとつながっていきます。まあ、今回でビデオも73号を迎えました。あ、失礼しました。73号ですね。あのー、いろいろ調べてきましたが、まあ、あのー、まだね、まあ、疑ってる人が多いというか、哀しい、それは偶然だよという人があまりにも多いので驚,驚いてますが、そうではないということを一度皆さんにしっかりと、まあ、おし示しておきたくてこう、こういうビデオを作ってみました。 大切なことは自分で確かめてみることです。その時に、おっと思えばですね。あの思って,ばっていうかなたは、お待たれば嬉しいです。では、皆さん、次回七十三号で、またお会いしましょう。バーイ。Hello、です。HiroshiHayashiHammamacity Japan。In this video、I would like to talk about the mystery that this word,、uh, word, Uh, apparently arranged mathematically or ge geometrically by aliens and i will show you some examples uh, how uh, the aliens uh, had arranged this world before human beings had uh, our own history for example this is teotihuacan now in mexico okay teotihuacan teotihuacan Used to be a kind of a half airport for aliens, alien pilot, and this is Easter Island. So uh, uh, they landed here for the first time at first, sorry. And Tahiti Island, muria Island, as a matter of fact, just next to Tahiti, and in Maui, Hawaii uh, Island, but uh, Maui next to Hawaii Island, and perhaps here Cambodia now. This uh, this is a sort of a, a major footfall. For aliens in uh, Southeast Asia. And this is Mohenjo Daro, the oldest uh, ruins or the oldest uh, culture in the world. And West Pole, that is uh, a po uh, po uh, cross point with uh, equator, uh, with the line from uh, Nazca to uh, Giza. And Nazca is here. And these uh, uh, lines make uh, roughly 45 degrees in every part of the lines. And also 45, uh, this is roughly. Roughly, just roughly, yes. And Hawaii Island is here, Maui, and 90 degrees, 90 degrees. This is very sharp. And uh, and East Island here, this is upside down, uh, the Earth is upside down, Tahiti Island. island, And uh, I mean, South Pole is in the upward, and Tahiti Namado. And these, these are for GAM, Namado, Tahiti, and East Island are on on the same one straight line and Namado to Tiurihuacan and Hawaii and the angle between them is 90. This is very uh, strange or do you say uh, just, ju just coincidence? Okay you may say those. you may say so. And line from East Island exists uh, we'll have a look at this green line. This kind of line comes from East Island to Hechi Namado and Gum. This line goes uh, straight to mohenjo daro and next, this line is from Tahiti and Hawaii. This line will come to will comes to Giza, Egypt, directly. Do you say this is a coincidence? Okay, this line from Tokyo again. This line comes from me this Teotihuacan again. Let's go to Mohenjo Daro and and this line will go to perhaps here Cambodia now. And also, very interesting to know that this uh, west pole is here, right? the equator, uh, the line with uh, cross point with uh, equator and the line from Giza to East Island. On the way, there's Nazca. This is not what I found. And uh, this is a uh, have a look at this green line. This is very interesting. This green line comes from uh, uh, East Island, Tahitian, Amadol, and Gom. This line will come to Carver sort of a mecca for Islam. And North Pole is here, just um, between the end. This line comes from West Pole, red one. red line comes from West Pole, and this line comes from East Pole. Just in the middle of the North, here, you can see North Pole, okay? On the top, North Pole, 99 90 and 90 degrees. This line comes covered. Do you say coincidence? Covered was or is apparently calculated mathematically or geometrical, geometrically. And now, as you see, this word has been arranged. All ancient ruins were connected with strange lines like these. But this is what I wanted. I wanted to, you to know. I mean that this word or the plant Zeus has been arranged mathematically by aliens, not human beings. So aliens in ancient times. Or would you repeat the word coincidence whenever you know this fact or you, when you face this fact? I will show you some more examples in the following video number 169. Thank you very much for watching. See you again. Hello. This is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Nihongo ban wa 6 47 kara This is an English version for English speaking people. Here, in this video, I would like to show you only fact. So, it is not a matter whether you believe in me or not, but matter whether you accept these facts or not. Okay. Uh, it's a very strange or a pity for me that still many people are s skeptical about what I've been talking. So, I'd like to explain uh, about the fact which I have found myself uh, have a look at this, this is a fact one Easter Island Tahiti and Hawaii the angle between them 120 and the line will go to Giza Strait Egypt and have a look at this map this is East Island Moria just near Tahiti next to Tahiti Island Tahiti is a collection of islands and Giza this line will go to Giza okay this line the vertical line will take you to Giza. Hawaii. This line comes from, of course, Hawaii and Tahiti, and the line is, will go to Giza, Egypt. Fact two: East Island, Tahiti, Mo, uh, Moria Island, uh, Namado, Guam, and Mohenjo-daro are on the same straight line. This is fact two. Okay here on this uh, Google Earth. Moria Island, Namadol, Guam. And this line comes from uh, Tahiti and uh, uh, East Island, uh, and Namadol and Guam. And here we come to Mohenjo-daro. Fact three. This is Giza, Mohenjo-daro, and the angle between uh here, two lines, is just 120.0 degrees. Okay? And the line will take you to Teotihuacan, 120.00. That doesn't matter whether. Oh, 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 oh. -heavy here is here, Giza is here, Mohenjo Daro, Pakistan is here. And the line will take you to Teotihuacan at angle. Of 120.0 degrees. Fact 4. Here is a, a sort of a center of mohenjo and there is a front approach, and the line will take you to Giza. I'll show you. This is a center of mohenjo Pakistan. And this is a front approach of Mohenjo-daro. And this green line will take you to Giza, Egypt. Okay, and another fact is that in uh, Mohenjo-daro is this. There is a very strange cross. I don't know whether when uh, this cross was uh, made, but have a look at this uh, vertical uh, horizontal line, red line. This is a strange cross mark landmark here, and the red line will take you to Xi'an, China, Choan in Japanese. This is Mohenjo-daro. And this is CN. The red line, red line comes from uh, Mohenjo Daro. And this is a very important fact. There are three pyramids in Giza big big ones one, two, three. Pyramid one, two, three, right? And connect pyramid uh, one and two, uh, one and three, the angle 19.0 degree line, with the line. Uh, at the angle of 90.00, uh, take you to Tewariwakan this is a fact, not a coincidence. also, 45.00 degrees, we take back to mohenjo-daro. i will show you on the map. pyramid 1, pyramid 2, and pyramid 3. and the line, okay, this is the line between pyramid 1 and 3. And the line at the angle of 90.00 degrees will take you to straight Teotihuacan. And 45.0 degrees back to Mohenjo Daro. These are facts, and you can examine these facts by yourself on the map. And this is uh, Teotihuacan. And Teotihuacan has got also a front approach. This is the main uh, approach called Dead Man's Road or Dead Man's Parade. This road takes you to straight to Mohenjo Daro. Mohenjo Daro stands for Hill of Death. This is the Pyramid of the Moon. This is the main front approach of uh, Teotihuacan. This, have a look at this yellow line. This line will take you to Mohenjo Daro. A vertical, li vertical line is this. Have a look. Have a look, please. Have a look at this. Here we come to Mohenjo Daro. Can you be still skeptical about what I'm saying? Because this is not a sort of kind of science fiction. But fact, fact lying in front of you, okay. It's a very uh, pity that and sad thing that still people are skeptical about what I'm saying. I have found in these videos m hundreds and hundreds of facts, okay. And please remember that no one can use uh, my ideas in any case without my names or permission. This is very important and thank you very much for your cooperation. and I need your uh, cooperation. Thank you very much and see you again on video number 170. Bye. Hello, this is uh, Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. This is a Japanese uh, version. Excuse me to talk in Japanese. Minasan, konnichiwa. Ma, ko あ今までずっと謎の点と線について話してきましたけどもまだ私を疑ってる人は多いですねしかしこれはあなたが私を信ずるとか信じないとかという問題ではありません、えー、なぜならばこれらは事実だからですではその中のいくつかを今日はお話したいと思いますなおこうしたアイデアは全て私が発見したものですですから 私の許可なく転用転載、登用するのは禁止です。まず、ここの、ここを見てください。右がイースター島です。真ん中が大使です。モリア島ですね。大使のすぐ隣にあります。あの奇妙な形をした島ですけども、ハワイ島までが120度です。そしてそのハワイ島をまっすぐ行きますと、モリア島からですね、ハワイを通り抜けていきますと、それがギザのピラミッドへと続くわけであります。この事実、事実。 1> 1としてお,きおしておきますこの線ですね。この線がやがてギザへとつなぐ行きます。ハワイ、大使から来た線ですね。そしてここがギザのエジプト,エジプトのギザです。事実にイースター島から大使ですね。それからナンマドール、ガンこれらの4つの島は一直線上にあります。そしてその一直線をまっすぐ伸ばしますと。 パキスタンのモヘンジョダロへ行きます地図で示します。イースター島、モリア島、ムナマ島、人工島ですね、ガム島。これをまっすぐ伸ばしますと、えー、ご覧のとおり、この上の真ん中の線ですけども、水平線ですね。これがモヘンジョダロへやっていきます。ジーツさん、今度は これあのプレハビヘア、これがギザ、モヘンジョダロですね。これは一直線上にあります。そしてプレハビヘア,アからモヘンジョダロで120度、正確に120度の角度を取りますと、その線はテオティワカン、メキシコのテオティワカンへと向かいます。地図で見せあの説,明あの説明します。ここがプレハビヘアです。ここがギザです。モヘンジョダロですね。そして この線を120度上へ行きますと、ティオティワカン行きます。120度です。正確に120度。120度です。事実 4: モヘンジョダロには山道があります。この赤い四角が、まあ、なんて言いますか、中心部ですね。その中でも中心部には広場があります。この、これがセンターです。モヘンジョダロのセンターです。これが サン、えー、ですね、まあ。フロントアプローチですね。で、この緑の線は、あこの線ですね。この線はまっすぐとギザのエジプトへ行きます。事実5。このモヘンジョダロのすぐそばには奇妙な十字形があります。クロスがありますね。で、このクロスはまっすぐとシーアン、昔の長安へ向かいます。この,たあこ,のこれがクロスですね。そしてこの横の線が 赤い線です。これが C 案に行きます。縦の線については、また後で5日述べます。この赤い線ですね。でシアンがここにあります。事実6。これが重要ですが、ここにエジプトのピラミッドがあります。ピラミッド1。王の名前がついていますが、意味がありません。ピラミッド2、ピラミッド3です。この1と3のピラミッドをつなぎます。これがその 真ん中の斜めの黒い線がそうです。この線を正確に90.00で構いませんから、線を引きますと、これがテオティワカンへと行くわけです。正確であればあるほどいいです。そして45度、反対側に45度行きますと、正確にモヘンジョダライと向かいます。正確にやってみてください。これは実際の写真でやっていました。ピラミッド1、ピラミッド2、ピラミッド3ですね。 そしてこの縦の斜めの線、右上から左下の線を90度、正確に行きますと90.0で書きました。90.00でも構いません。行きますと、これがテオティワカンへ行くわけです。そして45.00でも構いません。これがモヘンジュドラへと向かいます。では次に事実7をお話し,します。これがテオティワカンの、えー 概略ですねこの月のピラミッドの前にはあの参道があります立派な参道ですこの参道は死者の大通りと呼ばれていますなぜ死者なのかその理由はすぐ分かりますこの道はまっすぐ行きますとモヘンジョダロモヘンジョダロという意味は死の丘という意味です実際の写真で見てみます上が月,あ月のピラミッドこの縦線が その参道ですね。死者の大通りです。この死者の大通りをまっすぐ上へ行きますと、まあ、ここから見れば北ですけども、その線が縦の線です。テオティワカンですね。これがずっとアメリカ、南、北アメリカ大陸を横切りまして、北極の近くを通って、北極じゃありませんよ。北極の近くを通って、そして、まあご覧の通り、モヘンジョダロをやっていきます。このように世界は、 非常に幾何学的に、まあ、人工的にアレンジされている、これはほんの一例にすぎません。